さあ始まりました。おはようございます。おはようございます。はい、全突破限界突破ということで始まりましたけれども、間に合った、はい、間に合ってコメントで流れてますからね。あ、みんなツイッター見てくれてたんだ。はい、実は私川口じゃなくて、はい、池袋に行っておりまして。いやだからなんかマックにおるでみたいな LINE くれたじゃないですか、はい、え、まあ、マックあるけどえ、そっから迷うかと思って、で、あ、池袋の方かなみたいなっていう。ジャパンニューアルファっつったら池袋ってい う, もう頭があったんですよ。なるほどなるほど、なるほど、はい、今日は、はい、ジャパンニューアルファジェネックスさん、川口ですね。川口の方ですね。はい、はい、あ、琵琶湖乾いてきてますよ。いやもうそんなそんなお世辞はもういいです。そんなそんな、はい、ということで、はい、改めまして、今回のですね番組説明をさせていただきますと、はい、全突破限界突破という番組は、一台にひたすら全突破するただそれだけの番組と、うん、なっております。簡単ですねよう言います日頃はですね、はい、ニコ7スタッフであるレッドさんとブルーさん、レッドさんは本日の運営でございます、はい、がお送りしておりますが、今回9月のキャンペーンの特別版、はい、番組シャッフル企画第4弾として、はい、私近間美咲と、はい、琵琶湖姉さんの、はい、男気あふれるこのコンビで、はい、お送りしていこうかなと、思っております。男気なんか私全然あふれてないし。いやあるじゃないですか。意外と乙女なんですよ。いや意外とというか乙女です。完全乙女ですあのツイッター見てる方とかは知ってると思いますけど、完全に乙女ですからね。もうやめて、まだ汗見てない。変な汗かいてくるいやいやいや、みんな分かってますよ。はい、はい、ということで、大移動は禁止、はい、なので、もうそこに私が押さえた台があるんですけれども、あそこで、どうなるか。お、来たな。来たで。怖い怖い。来たで。パーです。全突破胸圧とか全然胸圧じゃないよ。怖いよ。よし、1万円ぶっ込みましたよ。最初のこれでどうにかなってくれるといいな。甘いよ。え、いや甘いってどうにかなってほしいじゃないですかね。1ゲーム目にゴッドとか引いたら結婚してあげるよマジっすか。はい やりました。天井行きましたね、ここでゴッド引いたらハーデスプラスゴッドのやつが出てきます。甲骨ありがとうございます。鳴沢無線の人さん、奇跡、天井、酔い腰天井、おは木棚、結果はいかに。さあ結果はいかに、ここからですよ。7000円って残ってる。さあ綺麗に1600、ね、はい、投資が、63本。はい、ってことはリセットってことじゃないの、はい、リセットです。スレじゃないってことね、うん、おはてんですね。100回避したいね。はい、いや、いけると思うんだよな。いけ、はよー、お父さんパパー頑張ります。10分の1だっけかな。おやじうまくね。違うでしょ。30か。いらないとかいらないんだ。
んだよ。そうじゃないんだよ。そう。よし。よし。ナイス。はい。オッケー、ナイス、ナイス。230です。オッケー。すいませんでした。全然大丈夫です。答え。全然いやいやいいっすよいいっすよ。行きましょう行きましょう。言っていいの？いいっすよ。本当？はい。230はないよねー。いや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 こっからっす。こっからね、もうゴッドとか確定役引けばいいんですよ。いいステージじゃないの？ちょっと。まあちょっといいですね。ちょっとだけ。終わってもうた。終わっちゃいました。360枚でいいんですよ。390枚。ほら、ちょっと取れた。しょー純蔵はいいですね。ショッピー駆け抜け、駆け抜け言われてますなあ、駆け抜けてもったなあ、うん、突破不可避でしょう、そうね天井だからあれかないのかいやでもループも弱いですからね別にその天井は 強くはないですからね、言うても天井、うんやっぱりその出てきたハーデスでどこまでいけるかっていうところの戦いだった勝負ですからねどちらかというと勝負に負けたのかそうですまだ終わってないまだ終わってないですよ有料が本番ですからそうだよ、うん、まだお金をいただいてる時にまだ60本なんてウォーミングアップですよそうだ、うん、スロースタートだほらほら今来たあれなんで琵琶湖姉さんいるの今日はですね全突破のお373奇数の挟み目じゃないですかそうだよモードいいじゃないですか全突破のシャッフル企画なんでね普段と違う演者でやってますいやもうできるなら今から琵琶湖会議でいいっすよ俺マジで琵琶湖会議やってないなんかもうちょっと小道入ったところの赤ちょうちんに行きましょうよもうそうだよそれでどうだいそれでいいっすけどね帰ってくる気しないしなこの台いいけどさひよってんじゃねえで別にひよってないけどさもうなんかここで飲みながらだホールで飲みながらやりたいななんでダメなんだろうねなんなんすかねまあそのホールのルールというか、うん、お金使うじゃんね酔っ払ってる方がそうっすよねおっと言ってる間に32落ちてなんかあの運営席では酒を飲みつつ、ってやれたら最高だけどああそれいいよね暴れないよあいやでも多分そういう人が多くなったりとか多分手つけられなくなったりする収拾つかないというかだって競馬とか競輪とかだって飲んでていいわけでしょまあそうですけどなまあでも閉店後のホールとかだったらできそうですけどね別に営業に全くあ全く影響を与えないじゃないですか深夜収録とかね、うん、いやそれでいやホールでお酒を飲むのはっていうのはあれですよね会社で仕事を終わっててなんかで残業中ね、まあ、残業中というか何ですかねなんかその会社でこう飲んだりする時があったりというか、うんなんか一つプロジェクト終わって、まあ、
今日はこれで終わりですで乾杯だけして一杯だけ缶ビール飲んで、うん、みたいなのを否定するみたいなのになんかこう近いじゃないですかそれってなんかねそれとは全然違うループは蹴られたということで OK ですね。あ、チャンネル入会ありがとうございます。終わってもうた。服脱ぐ方がいいよセーター脱ごうかここは多分あのホール的に怒られちゃうかもしれないですね。でも下キャミソールだからさ。おー激アツ。唾飛んじゃった。全長っぽくもなんともないっすよね。あるで、あるで。姉さん見せてくれましたね。全長つかいいとこにいたのは知ってます。でもなんか引いてたりとかっていう感じじゃないっすよね、うん、まあなんですかね。お願いします。はい、瞬殺でした。撤収いやけどそれで当たるっていうのあるからね、うん、まさかの確定役の匂いすら残してくれないっていう多分誰もが予想してない一冊だね。あ、一冊入会ですね。これはチャンネル入会ありがとうございます。よ、一冊仕事人マジで。あ、遅れた。あ、マジですか。はい、プッシュじゃないですか。ゴーンゴーン取れますけどね。マジっすか。すげえ、何この人。ちょっとさ、ちょっとさ、ちょっと待って。今日ね、今日ね、今見てる人とか今来たって人がいると思うんですけど、まず朝一おはてん行ってんすけど、1570の時点で当たってたのか今天井に到達してたのかって分からないところで槍を出すっていう演出的な見せ場をまず作ってくれました。でさっき、激アツがボタンプッシュで出て確定役かと思いきや、1リールで中段青7っていう1冊目を出してくれて、数ゲーム後に遅れからゴッとテンパイしてる人です。すげえ。ねえ、これ5000円ゲットですよね。あ、いいです。今もう渡してもいいぐらいです。本当やった、やった。いや、けどなんかホールでのお金のやり取り嫌なんで終わってからにします。わかりました、はい、言ったよ。いや、いいですよ、もう二言はないです、はい、だってこれで5000枚出るわけでしょ、琵琶湖さん打ち続けたら。ですよね。うん、それはもう5000円ねぐらい。ありがとうございます。素晴らしい、見せますね。有料の女、なんかこうやらしくなっちゃうからそういう言い方やめようぜすごい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございますお見事、これはお見事だね。さすやっぱね、持ってますよ。あ、そして鳴沢無線さんから広告ありがとうございます。天井からの神降臨、これが本気。いや本気でしょ、これが本気じゃなかったら恐ろしいですもん。いや気持ちよくゴッド消化していただければと思います。はい、お願いします。お願いします。さあ、お待たせ、お待たせ、お待たせいたしました皆様。すぐ前兆が始まるってことじゃないですか。さあ、一発目犬。え、あ、ジャッジメント、スタートって何、本前兆だったの。だよね、だって100スタートだよね。本前兆スタートってことですね。あ、はい、そっか、さっきの激アツは当たってないってことだ。そういうことです。やりました、ありがとうございます。ゾンゾン日和さん、なるほど、ちょっとケルベロス丸がいなくなったので探しに行ってきます、探さなくて結構です、そのままどっかに行っちゃってください。ありがとうございます。
と激圧も入ってたってことですね。なるほど、うん、だからなかなか、そうね、だからそういうこれもいい、いいパターンですよね。お、超超蹴るだ。ああ、おー強い90。うん、おーおー、もうもう、あーなるほど、そう、そういうことね。本来ここあの城浮くあれじゃないからですよね。そういうことですね。遅れでこと私初めてだな。俺んち来たマジか、いいとこ住んでる、いいとこ住んでるね。うちの犬も見てるから頑張って、頑張る犬は大歓迎だよ。ゴッドインゴッド行きたいね。1万円もらえるとしたら儲かるな。それがあるからゴッド引いたってなっちゃうとなんか嫌ですけどねこいつ金かかってるの強えぞみたいなもっと見たいけど稲刈り、あ、え、もう、あ、そっか、そんな時期か。頑張ってください。タイムシフトでね、見ていただければと思います。さあ何が出てくるか、一発目、何が出てくるかな、一発目犬回避したらちょっとこう盛り上がりますよね。わかりました。 25% 引けばいいってことでしょ。そうです。チャンネル入会ありがとうございます。はい、一発目、あーなんか、さすが、さすが、やばい姉さん、はい、リベンジチャンスです。わかりました。それと同時に、私の独断と偏見ですがお小遣いチャンスだと思います。わかりましたどうしたら何になるの。いや、まあ500以上とかですかね。500いったらなんだよ、平均300でしょ、うん、400で、400で、400でいくらですか、400で2000円刻みでどう。え、で、え、じゃ500だったら4000円、高えだいやいや、じゃだって、あ、そうか、ゴッドが5000円だもんだ。100ゲームで300枚ですよ。じゃあ、ね、その3分の1よこせっつってんすよ割とじゃあ、そのあの100ゲーム単位で1000はどう。だから300からですよ。300からのいいっすよ。わかりました。だから500だったら2000円ってことですよね。わかりました。それでいや、それで出してくれんだったらもう俺はもう払いますよ、ね、いきます、お願いしますいや見えない、どこだ、さっき見えてたのに見えない。紫狙うんでしたっけ。いや、赤です。赤か。外した、揃って欲しかった。これ外したらまずいやつだ。まずい、まずい、揃えていただきたい。あ、チャンネル入会ありがとうございます。もう一発目、回っていただきたい。あ、まあ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 、逆だろ、鋭いツッコミが。さあ、そしてまた強カットインが出て、ここはソルトシね。オーケーオーケー、姉さん、こっからっすよ、こっからその100ゲームが1000円に見えてくるだすよ。吸い込まれる、1000円ゲット1000円目。まあまあまあ、ゼロパーループがありますからね、ハーレスの場合は。
ちょっとね、立ち見も出てますからね、お客さんが。さあ、ハーデスをカツアゲする琵琶湖姉さん。400、まあ1000ポイントゲッツ。来た、がーんばれドン。あーダメ。はい、おチャンスやね。おおうめえ、今何ゲームですか？ゼロゲーム。プロじゃないですか。ラストゼロでジャッジメント当選だよ。もう俺コメント、ここでコメント拾う係でよくないですか。なんかこの布陣が完璧なんじゃないかなっていう。すげえ。見てラストゼロだもん。ジャッジメント行くときの音がかっこいいよな。やっぱハーデスの方が面白いよ。こうなると面白いですね、やっぱ。スッパの大群も理解した。ちょっと染まってきた。染まってきたかもしれない。はい、おちゃん気が楽っすよね。あなんか引きそう。うわ、吠えてる吠えてる吠えてる。あ、共通だ。あー、ダメだった。残念。まあまあまあ、最低回避だけどね。さあ2発目です。 25% ハーデスでアメグレなんか流したことないんだ。あーそうですか。 5% でショーケルベロスの可能性ありますか、ね、はい。ハーデス、イム、ハーデス、え、ハーデスで、あ、アベマリア、アベマリア。アメグレじゃない。あー60点。さあ最後にかけるしかないな、これは。さあ、お父さん、あー犬いや、やれる犬かもしれない。やれる犬だったらこのフラッシュバックするでしょう。前向きにいきましょうよ、引けてるときは。やっうまいうまいうまい。ああ最低。70 80 80。はいはい、今現時点で30枚ぐらいプラってますね。はい、はい、頑張りました。いい子、お利口さん、お利口さん。あとはループがあるかどうかですね。そう、抜けてから怖いよね。怖いね。全通じゃなくてもそうだけど、美咲さんの出身は、俺は秋田ですね。秋田の大選手ですね。会ってほしいな。
弱いね、全然弱いね、なさそうな感じじゃないですかね、これはかなり弱いよね、うん、ないね、ないね、マジか、スタートラインに戻れたところでまだ番組4時間もある。でもびっくりするぐらい負けなくてよかったじゃん。そうですね。さあ本日2回目の天井でございます。さあさあ2万ゲーム乗せたいね、帰ろうよ。さあ本日3回目のお父さんですね。234で3回目今カットインとかね出てるんでね、実戦の方は、これで終わりですね。でじゃあそのままの場所で締めちゃいましょうということなので、はい、じゃあお互いまあ何ですかね、今日一日通してのまあ感想というかその辺の話してっていう感じでいきたいので、はい、姉さんから、まあ、今日の総括をお願いいたします。総括って何ていう話をするか、まあ、なんか感想っすよ、今日1日、まあ、なんだろう、まあ、定設定だったわけじゃないですか、うん、結果的に、うん、まあ、蓋開けてないから設定いくつっていうのは分かんないですけど、うん、基本的にこう設定、まあ、設定っぽいなっていうところで、うん、まあ、それを1台大移動できないというルールで、うん、まあ、19時までは全通話してきて、うん、っていう、まあ、感想ですかね、うん、まあ、全然率直な感想を述べていただければ。もう疲れました。疲れ、お腹空いたし疲れたし目が痛いし喉痛いし、まあ、ちょっと声のトーンも低くなってるし。また、うん、近間さんと頑張ります。ホット君もよろしくお願いします。宮川さん、ちょっとこうなんだろう、俺の方から聞きたいんですけど、はい、今日ちょっと俺と初めてだったじゃないですか、うん、何気に一緒に仕事するのって、うん、どうでした。本当に別になんかこう気分悪くだったとか。全然楽しかったです。あ、本当ですか。気を使わなかったんで。あ、ありがたい、その一言で俺はもう救われます。はい、はい、ね、ありがとうございます。ということで、はい、じゃあ私もなんかねこう一言言います。まあ言うこと特にないんですけどね。ちょ気使ってたっていうか、まあ、気使うのは当たり前なんですよ。それは業界の先輩ですし、まあ、人生の先輩ですからね。そこはまあ当たり前なんですけど、ちょいちょいだから俺も気使ってるところと使ってないというか、そういう、ね、感じでなんかこう普段というかプライベートなノリというかね、そういう部分もあって、うん、でまあ、見せ場に関してはもう完全にもう宮古さんが作ってくれたっていうところがあったので、まあ、そこはすげえ救われたなみたいな感じですね、はい。まあ、だから結果的に負けはしましたけれども、一瞬プラスになりましたからね、あの展開で。そうだね、そうだね。だから俺だからそれがすごいなと思って、プラスになった、うん、だから全突破っていう企画だから負けちゃったかなみたいな感じですけれども、戦えた。プライベートだったらあれの一撃とか多分やめてるじゃないですか、うん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 、だからそう考えたら多分いい勝負
できてたっていう、ね、まあ無茶したから結果飲まれましたみたいになってるし、で2回目もね結果100でしたけど、はい、あわゆくば1000とか引いて乗せ分でプラスみたいな展開もあったわけだし、そういう意味ではこうなんだろう、まあ紆余曲折というか良くも悪くもみたいな、そのボットの良さ悪さっていうのは見せられたのかなっていう、いや楽しかったですよ俺は、もう非常に楽しかったです、うん、全然そのお金がいっぱいなくなってとかそういうのはないです、もう楽しく打ってて楽しくこう見れて番組できたので、まあこの後うまいラーメンなのかな、うん、飯食って帰ろうかなみたいな感じですね、はい、はい、なんかこうまた真面目なこと言うと寝るやつが出てくるんだよね、うん、はい、ということで、そんな感じでした。結果はね6万5000円かな、はい、負けということでしたけれども、うん、まあ、朝から今まで、ね、ずっと付き合ってくださってる方も結構いらっしゃってるのかなというところで、最後この後アンケートもありますので、そちらもぜひね、ポチッと1を押すだけでいいんでね、簡単なアンケートですので、あ、おもろかったよ、ありがとうございます。